11月10日火曜日ニューズオペード、放送後のアフタートークです。引き続き北田さんにお付き合いをいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだこっちも、ね。ということで、この、ね、短い時間で私も読破しました。嘘です。これだけ、なんかね、だっき北田さんと話したらオペードのね、今回紹介もそうなんですけど、うん、知り合いもこの本に関わった人も実はオペード、関係者だったということで、はい、いろんなご縁があるんだなと。びっくりいたしました。私が行ったところの近くにも行ったという話からそういう話になってたんですけどね。おお、ねえ、すごいですね。ということで、近畿大学なんですね。はい、僕近畿大出身です。で、近大の先輩の吉山さんに。そうです。で、今回オープンエイドをご紹介いただいてですね、出演ということになりました。近代つながりですね。近代、はい、近代はね、マグロだけじゃなくてアドベンチャーまでやるんだな。近代すごいですね。一人だけだろうけど。それでしかもこの集英社の本はなんと出版に上野さん、オープンエイド、はい、です。月曜日ゲストの上野直樹さん、上野さんにご紹介いただいてですね。そうなんですか。それで企画出させていただいたら、一発で企画がありがたいことに通ります。すごっ。それは上野さん の力っていうか圧力じゃないですか。ありがたいお力で。書いてあるじゃない、上野直彦さん、スポーツライターの上野直彦さん。あ、その書籍にも書いてあるんですね。最後に、はい、少しだけですけど本当に、これネタバレしちゃっていいのかな。まあいいでしょう。あ、全然僕は週刊少年ジャンプが大好きなので、自分の本を作ることができるならまずは集英社に話を聞いてもらいたいと無謀な提案をしたところ、その機会をつないでいただきました。スポーツライターの上野直彦さんですね。本当にありがとうございました。上野さんはとはどういう関係ですか。幼なじみの友人、スポーツの、勉強をしててですね、そのコミュニティに上野さんもいらっしゃって、それでですね。なるほど。じゃあ今度次回月曜日で、ね、月曜日ですね。いや、ぜひ月曜日ね、スポーツの会で ね、上野さんと、はい、上野さんとぜひぜひ、ぜひぜひ、ということで、このね、マラソン、浅野さんマラソンとかこういうのやったことあります？私ね、短距離苦手なんですけど、マラソンは比較的得意で、中学校の時はずっとマラソン大会1位だったんですよ。やった何それ、すごいですね。全然すごくない。いや、1位ですか。全然すごくないです。でも、北田さんですらまだ3位ですよ、最高ね。はい、ほら私地元の中学校、たかが地元の小さな町の中学校ですから。でも、マラソンってやっぱりその孤独というか黙々と走るじゃないですか。で、私ずっと小学校からバスケットやってたんですけど、体育館が使えない時はとにかく学校の外周を何十周してから、校庭のバスケットコートでシュート練習から始まるみたいなところで、何十周でも数えるのが途中で分からなくなるような、もうひたすらただもう足元だけ見て手元でカウントダウンしてっていう、なんか本当そういう印象っていうか思い出があって、孤独 で、うん、でもう本当に己との戦いでしかない。そうでしょうね。だって自分と向き合ってる時間が24時間ですもんね。考えてみると、きつくないですか。きついです。でも、その孤独がまた素晴らしくて、なんか大人になったから分かるかも、まだまだあれですけど、ね、孤独だからこそなんか人のありがたみとか分かるような。なるほど。ね、僕も最近2年ぐらい前からたまにね、ちょっと今コロナでダメだけど、山にこもることになっちゃってるんですよ。得度したために出家したために。そうするとね、やっぱり山にこもると、これ一昼夜起きてるんですけど、周りにいますよ人が、でも喋っちゃいけないんで。あ、そうなんですか。喋っちゃいけないんで絶対に。そうするとね、なんか見つめ直せるんですよね。うん、で、同時になんかね、会話とかね、人との触れ合いって、あ、ご縁ってこんなありがたかったんだと、初めて分かると。で、3日ぐらいすると忘れるんですけどね。いや、でもね、そういう意味ではね、北田さんがどういう考えてるか分かりませんけど、でもそれがだってレースの間ずっと1週間だったら1週間ずっとってことですよね。それは本当に辛いんですけど、やっぱりね、さっきおっしゃったようにいい瞬間はいろいろありますので、見つめ直せることだったり、そうですね、普段気づかないですよ。なかなかやっぱり日常にそういうことがなかったんで、僕は、孤独をね、闇と例えたらね、闇とかね、影が濃いほどね、
光がまわゆいですからね。なるほど。なんかちょっと今いいこと言ったなと思ってますけどだからロングフェローかなんかの詩だと思ってますけどね。僕は実はね、あの高校時代あのフルマラソン何回か出てるんですよ。もう今ちょっと怪我しちゃったらダメなんで走れないんですけど、あの怪我しててここにチタンが入ってるんで、でフルマラソン走ってるとやっぱりね、途中からなんで俺走ってんのってなるわけですよ。だからまたある程度やって最後まで行ってもうゴールをして、その時にはその瞬間にはもう絶対もう走りたくないと思うんだけど、10分ぐらいするとねまた次出ようと思うんですよね。これ不思議ですよ。なんか不思議なんですよね、あれね。そういうもんなんですか、ね、変態ですよ。変態ってこうなんでしょうね、苦しさだったり、うん、忘れるのが面白いですよね。こう苦しみを忘れるわけですよ、うん、で北田さんも多分ね7大陸行ったら普通だったらね終わりだと、まあ、もうコンプリートでね、うん、やっぱ登山家にも近いところあるのかなと、うん、いうふうにも思いますね。なるほど、周りの、 あの北田さんの周りのお友達だったり、あのお知り合いだったりとかで、ちょっと俺もやってみようかなとか、私もちょっとチャレンジしてみようかなって方は、この始められて6年7年の間にいらっしゃいますか？増えてきましたね。本当に、あの、まあ、やっぱりちょっと私はやらないっていう方は多いんですけど、うん、やっぱり一定数の方はですね、ああ一回やってみたいと。すごい。そうか。ただまあ条件的にそのお金と時間がかかるっていうのが、うん、なかなか厳しいので、そこをクリアすればやりたいっていう方はいろいろありますね、うん、これあれですよね。でもコロナの時代になってまさにそのみんなそれぞれの人生とかライフワークとかスタイル、ライフスタイルっていうのを考え直したじゃないですか、うん、でここに焦点が行く人もいると思いますよね、多分ね。ニューライフじゃないけどニューノーマルじゃないけど、やっぱりね、なんかこれまでの価値観っていうのは、もうガラッと変わったじゃないですか。だからこれ本当にね、なんか人間の存在っていうかそういうものをね見つめ直す最高の機会だし、うん、と言ってもやりませんよ僕は。やりませんよ。やるのかと思いました。やってる人はそういうことなんだろうなと思うと。じゃあ今6、7年前の北田さんみたいに、あのスポーツ、うん、変態とかってググってる方がもしかしているかもしれない。見つめ直すとか入れてるかも、うん、ググってる方いるかもしれないですね。本当なかなか、自分の体と心と時間を全てそこに注ぐっていうのが、うん、現代社会ないじゃないですか。確かに。そうそうそう。その、まあ、苦しくて辛いんですけど、うん、それをやることでこうね、その見つめ直すこともそうですけど、自分の気づかなかったもう弱い部分も強い部分も、うん、もっと言うと自分の死生観というかどう死ぬ、うん、どう生きるみたいなところまで少しまあ見える部分もあるので、そうか、なんかこう生きるっていうのを感じることができる、うんうん、とまあ思える方もいらっしゃるかもしれない。そう、まあね、そのまさにあのコンセントレーションじゃないけど、その自分を、ね、集中するっていうかね、そういうのって例えばね、今の、仕事だといろんな人の、 あの瞑想とかね、そういうのはできるじゃないですか、ちょっと、うん、だけどここは完全にね数週間遮断するわけですからね、うん、あのこうやってね携帯もできないしね。そうです、本当隔離されて、強制的に隔離されてそこに集中するので、うん、それがなかなかない環境というか、うん、これあの日本の方って多い、このレース自体はどうなんでしょう、日本の方が多いかって言ってもそうなんですけど、あとは走っていって、日本人っていうのはどういうふうに受け止められてるんですかね、そのレースの中で。まあ、参加者としては多いので、多いというか、まあ特別際立って多いわけじゃないんですけど、うん、少なくはない国の一つでして、で結構なんか個性が分かれるかなって僕個人では思ってまして、すごくこうおおらかにですね各国の選手と触れ合ったり仮装したりっていうのがですね、他の国ないんですけど日本人の方はいらっしゃる人もいれば、でも逆にあの語学できなくて本当に村社会みたいに日本人で固まるっていう方もいらっしゃれば、その結構2つに分かれるっていうのが僕としては見えてですね、うん、面白いですね。全くジャーナリストと一緒ですね。ああそうですか。そうなんです、ね、ジャーナリストもあの戦争取材とか海外取材行くと日本のほら記者たちみんな群れるわけですよ。でご飯食べに行くのも日本人同士で食べに行くわけですよ。だから海外にそのまま記者クラブを持ち込むんだけど、一方で僕たちみたいなフリージャーナリストは
もう溶け込むしかないから、もう一緒にどっかでも何でもいいから、食い込んでいくんだけど、うんうん、それぞれ存在感出さなくちゃいけないから、なるほど、仮装じゃないけど、うん、まあ、ちょっと面白いことやっちゃおうかなとか、うんうん、目立つ格好しようかなとか、なるほど、ちょっと違うことやっちゃおうかなとか、うん、いうのがあるんで、うん、まあ、二分してるっていう意味では似てますね、ジャーナリストと。あとどの国が多いんですか？ヨーロッパが多いですね。さっきのフランスからの多分発祥の流れが来てるかなっていう。フランス人ってこういうの無茶するの好きだよな。あ、そうなんですか。パリ高もそうでしょ、もともと。なるほど。なんか無茶が好きなんですよね、ガリア戦記時代からきっと。お国柄というか、何ですか、ね、お国柄から適当なんですよ。いやいやいや意外と雑なんですよ、フランスとか。なるほど、なんか、ね、限界に挑戦するみたいな。ちなみにこれ日本人は多くいらっしゃるってことなんですけど、日本でこのレース自体ってやってるんですか？ありますね。あるんだ。めちゃくちゃ世界から人が集まってっていう有名な大会はそんなないんですけど、どこでやってるんですか、日本だと。あの石川県の白山を回る、山を走るレースだったりとか、あとあの日本の縦断するレースがアルプスとか。縦断、縦に、縦に、はい、富山から静岡まで。ああ、どうせだったら糸魚川静岡構造線もね、松橋に抜けるとかね。日本のレースにも参加されているんですか？いや、僕参加しないんです。あ、そうなんですね。なんか理由があるんですか？あの、それだったら僕他に行きたいっていう気持ちがあってですね、まあ出てみたいんですけど、他にまだ世界にあるので、より自分がやりたいと思えるんですが、ね、ちょっとこのコロナでね、今後どうなるかがまた分からないんですけどね、また早く再開されるといいですね、ちゃんとした形で、そうですね、なんかちょっと雑談っぽくなったんですけど、まあ、いずれにしろまた月曜日のニュースをプレートでも出ていただいて、はい、また本もですね、皆さんこれ繰り返すように買ってください。お釣りこれ近づいてた。そしてですね、あのツイッターでちょっとご紹介しもれましたが、冒険家上村直美さんのお話と重なりました。無理するなというのは難しいでしょうけれども、どうか無理はなさらないでくださいというようなメッセージもいただいてましたので、ご紹介させていただきます。あれ、上村さん七大陸最高峰を目指してマッキンゼーで、ね、亡くなられたんですね。まあ、あの時勢というか南極もね、行けずじまいで、終わられたりとか、リン酸マイシプスなんだっけ、なんだっけな、あれ、なんか先ほどのね、ほらこのアラスカの画像なんか見てると、一瞬上村さんかと思ってね、なんか思ったんだけど、まあね、でも先人の、ね、日本の冒険家だったりそういう方々、偉大な方が多いので、あの、まあ、無理はもちろんせず、でも知恵とパワーはいただきながら、あの、僕なりに頑張っていきたいですね。ね、あの、どうかお怪我と体調にはくれぐれもお気をつけください、はい、あの、SNS など今後発信も楽しみにしております。ありがとうございます。すいません、今日は長々お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。